はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、仮面ライダーエグゼイドのレベルアップライダーシリーズ05ロボットゲーマーです。はい、レベルアップライダーシリーズのついにレベル3にするロボット、うん、が出ましたね、うん、はい、はい、エグゼイドのレベル3だね、うん、じゃあ早速開けていきましょうか。はい、はい、本体バラバラパーツ。はい、こちらがロボットゲーマーですね、はい、それでゲーマードライバーついてきましたね、はい、ガシャッと2つ刺さってます、はい、このロボット自体は手がこれだけ動いて、うん、これ刺さってるだけだからすぐ取れちゃうんだけどさ、うん、で足がちょっとだけ動いて、うん、でだけですね、うん、はい、それではレベル3に変えていきましょうか、はい、まずどうするかっていうと、まずはベルト外しちゃう。ベルトを外す、うん、ベルトを差し込む、はい、ひっくり返す、ひっくり返す、それで手を、この手を取っちゃいますね。パミッとな。展開ガポリ。これを横に広げる。はい。そしたら顔展開ガパッ。そうだね。そしたらこれを上からかぶせる。はい。肩の部分にね、穴開いてんだよね、エグゼイドのね、うん。はい。それをロボットの方に突起があるから差し込みます。はい。さっき取ったロボットの腕。うん。エグゼイドの腕に穴があるので、はい、それをロボットの内側にある突起に差し込みますね。こちらが仮面ライダーエグゼイドロボットアクションゲーマーレベル3。そうだね、うん、ちょっとだけ残念なのがこの顔の部分だね。これそうだね、これこんな風にさペロペロになっちゃってるからさ、うん、実際顔にベタッとくっつくマスクではなくて、うん、上からかぶせてるだけっていうね、うん、すごい悲しい。ちょっと残念だよねこれね、うん、ただ腕はすごくいいですね、うん、これ結構強そうなパンチが確かに打てそうな手になってるね、うん、あともう一つ残念だとすると、この後ろかな、後ろ後ろが超残念。そうだね、これ残念だね、うん、前から見た感じ、うん、はすごくいいんじゃないですか、うん、かっこいいね。確かに。ではゲームの方に取り付けました。はい、あんな感じですね、うん、まあエグゼイドと中身が一緒だから、うん、基本的には同じような感じだけど、うん、似合わないね。うん、似合わない。はい、次に仮面ライダーブレイブに装着してみたんですけど、はい、ブレイブはね、この腕のところにもともとシールドついてたでしょ、うん、これ外しても突起があるので、この腕がね、つけられませんでした、うん、はい、つけられない。残念。はい、続いて仮面ライダースナイプに装着してみました。はい、彼はね、この目ここ片っぽついてるから、これ取っちゃおうか。そうだね。はい、こんな感じ、こんな感じ。はい、どうだろう、まあまあいいのかな。そうだね、まあまあだね。ああ、で手もはめられましたね、うん、今度こそお前を血祭りにあげてやる、エグゼイド。やってやる、くぞ。うわ、やはり俺の方は1枚も2枚も上手だな。ならレベル3だ。なんだと。何？これがレベル3か。ずいぶんごっついな。やっぱ俺にはかないまい。うわっ、何？強くなった。はい、ということで今回は仮面ライダーエグゼイドのレベルアップライダーシリーズ05ロボットゲーマーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメントをいただけると大変嬉しいですね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。